どうも岸田でございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、ということで2023年1月なりましたね。先日お知らせした通り、ここはこの場はですね、1月をもって閉店となります。なくなってしまいます。通常の営業もあと2週間程度になりますね。もうちょっとでございます。はい、ちょっとね、寂しい感じもしますが、通っていただいた皆様には大変お世話になりました。まだちょっとやってますから、遊びに来ていただければなと思います。よろしくお願いします。で、今日ですね、メンバーシップの方ですね、解説させていただきました。で、そちらで今後のことについてね、ちょっと話しておりますので、もしよければメンバーシップの登録もよろしくお願いします。まあ、メンバーシップにつきましては、まあ、この前の動画でも言ったんですけど、今ね、やってる観光鳥ライブですとか普通の動画の要素を、ね、そっちにこう持っていくっていうことはないので、まあ、今後の話と、あとはですね、ちょっとした動画のおまけ要素程度なもんでしょうかね。メンバーシップでなんかすげえ裏技とかを公開するんですかってなんか聞かれたんですけど、まあ、そんな裏技も私ありませんし、もしあったら普通に動画であげますんで、はい、そういうのだけ楽しみたい人は全然メンバーシップじゃなくても楽しめるようにしていきますんで、はい、変わらずですね、よろしくお願いします。でですね、まあ、ここの閉店に伴ってですね、ちょっと最初1月、まあ、半ばぐらいから、まあ2月中ですかねくらいまで、ちょっとね、動画の更新が滞るかなという可能性がございますが、はい、なるべくね、そうならないようには努力しますが、ちょっとね、なっちゃう可能性が高いかなと思いますが、その辺はご容赦ください。よろしくお願いします。観光鳥ライブにつきましては、ちょっと日にちが今ね、火曜日の、9時半ということで固定でやらさせていただいてますけれども、まあそれもちょっとですね、スケジュール的に、ちょっとずれちゃう可能性もちょっと多分前半はバタバタすると思いますんで、まあそうなっちゃうかもしれないんですけど、はい、その辺もですね、よろしくお願いいたします。はい、まあ、そんな感じですね。ここはなくなってしまうんですが、YouTube ですね、YouTube 観光鳥ライブ等はそのまま継続しますので、ぜひですね引き続き、ご支援のほどよろしくお願いします。ということで、ちょっと短いですが、新年のご挨拶ということで、はい、今年も一つよろしくお願いいたします。はい、それでは、また次、観光鳥ライブは、ちょっとね、本当は3日なんですけど、早速ちょっとスケジュール変更になるんですが、5日、木曜日ですね、に予定しておりますので、そちらもお楽しみにということで、それでは皆様、今年もよろしくお願いいたします。じゃあ、また。